ディフェンスでは、まあ、1対1の守備で負けないことと、まあ、攻撃ではサイドチェンジすることによってやっぱり展開もすごい変わるんで一気にチャンスになりますし、まあ、そこは一つ武器かなと思ってます。試合中にやっぱりこう苦しい時間帯に、まあ、コーチングなどで、チームがこうきつい時に後ろから大きな声を出してディフェンスを動かして、失点を防ぐとかそういう場面を見てほしいです。どうですかね、まあ、サーの場合は生徒のお母さんがいっぱい沢口を見に来るんじゃないかなと思いますけど、沢口先生よく言うわ孫さんが保健体育の先生だったら体育の授業はサボってそうですよまあ、お前ら勝手にやってあ自分が俺がしないってそんなイメージです。そうだずっとこう入ってきた時からなんかこうクールで、うん、あまりこうあまり症状とかねそういうあれを表に出さないタイプなんで、まあ、そんなに変わってないなって思いますけど、まあ、チームで一番上っていうこともありますし、まあ、そういった面でこういろんな選手に気を使ってこう声かけたりっていうのが見受けられるんで頼れる存在ですね。わかります。前回ガンバ戦で1万8000人のお客さんが来てくれたんですけど、まあ、結果負けてしまったんで、まあ、次のホームでは何が何でも勝つっていうことを意識してやりたいと思います。今ホームに、まあ、ちょっと連敗が続きますけど、まあ、次本当にベルディ戦この1試合にかけて僕たちはしっかり準備していくので多くのサポーターに足を運んでもらい一緒に戦ってもらいたいと思います。うん、じゃあ俺は関西でいい。え？いや、俺は関西来てくださいよ。何それ、いや全部やってやなんでやねんお前関西来てくださいいいじゃん、撮ってるだけじゃんそれは面白い。いいですかね、大丈夫ですか、2人で声出さなくていいですか。いい、新しくて